9月2日のケリヒメスイーツマジカル未来。このコラボイベントはとりあえず置いといて、リアルイベントの方いいね。なんか行ったりどうこうとかそういうわけじゃないけど、久々にこっちやってみる。やる必要特にないんですけど、ま、戯れにね。2017は当てんのめんどくさいからいいや。16の方がやっぱ使いやすいよね。まあ、コインでも。レッツゴー！あ、俺の装備を間違えたな。今、ザックザク同様の乱入率 30% アップのやつをつけてるから。乱入率をもっと上げるドレス欲しいね。98% 上げとか。大冒険の始まりよ。ここは確か、一バトルごとに。歌が変わる系だったな。うーん、グーバツチョキバツパーがいない。じゃあもう一回先制術師いくか。で歌が変わると、ではボカロの調整の声のね、声と格好の調整の話なんだけど、なんか街灯というか、あの車で音楽流してるやつあるじゃん。あれでボカロっぽい声が聞こえて、まあ、これなんか調整うまいなと思って聞いてたら、あのいちごナビの車の人の声だった。ちょっと格好したのかな、なんかそれっぽく聞こえるような、ちょっと甲高めの声というか。ただあれといい、バニラといい、クソ気持ち悪いよね。ああいう調のやつって耳に残ってしまうから仕方ないんだけど、そういう残ってしまうことがすごい屈辱というか。しかしせっかくね、久しぶりにこっちの方入って曲聴いてみっかと思ったけど、ちょっと SE のバランス、効果音の方結構下げ目にしないかな。とはいえすぐに終わりにしてしまった。ペンライトがいっぱい集まりますと。しかしこっちはもう、俺はやりきったイベントなので特にやる必要はない。はいはい、ポピン、こっちですね。まあこれでいいか。レッツゴー。余裕があったらなんかスフィアとか入れてもいいけど、そういうところを面倒くさがってしまうと。大冒険の始まりよ。間違えちゃった。よし、でもパーバツいないよね多分。よし、こっちはパーバツがいるんで、先生、選手先生、感じが違います。さあ急ぐぞ。別に急ぐ必要はないんだけど。はい、イントロで終わり。で、缶バッジを手に入れると。缶バッジをどのキャラにしよう。どのキャラでもいいから、服じゃなく肉にそのまま刺してやろうぜ。グロい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 、キレイキレイみたいに言ってもごまかせないよと。あ、そんなグロいこと言ったら通信が終わらないね。まだ。何この嫌がらせ、音楽だけ鳴っている、鳴りやまぬ。じゃあこの辺で今日は終わりにしましょうっていうとね、パーセンテージがね進んでね、画面切り替わるんだけども、ちょっと試しに行ってみよう。まあ動かないから仕方ないですね。じゃあ今日はこれぐらいにしておきます。また明日。治んねえじゃん。でも明日やれないかも。明日イベント行ってるし、うん、帰りももしかしたら遅くなるかもしれないから。ということで今日は終わり。また明日。どうだどうだ。はい、ダメ。また明日。